りたいと思います。それでは参りましょう。波動ファイト。さあまずは四高校決ダックスから1番奥川ルヒア隊長選手5311、そしてリー選手琴選手が1135、対するラレップドット CH1 番奥川イースト選手5311、人手選手が1153、愛花選手が1135といったステータスとなっております。さあ予選でも見せたこの編成のラレップドット CH、ね、チャージがある分しっかり最初に割っていきたいところです。まあ、壁としてはもう愛花選手のしか残っていないんですけど、はい、まあ、人手選手がしっかり割れれば、まあ、壁としては追いついてきそうですよね。本当そうですよね。まあ、残り時間40秒半分を切っております。ただダックス側は今少し温存する時間帯があったんで、ここでうまく、はい、かわせるかですね。本当ですね。さあ残り時間30秒切って0対0、未だに変わらず愛花選手は急に飛んでくる球をかわしたいですね。CH シールドがなくなった。まずはダックスが1点取っていく。ここで追加点、コート選手のエナジーボール、残り10秒。さあイースト選手が前に詰めて、人手選手も前に詰めていくが、さあ追加点、試合終了、3対0、四高校決ダックスの勝利です。セットにまでもつれ込むことができるのか。それでは参りましょう。変えてきました、波動ファイト。さあまずは四高校決ダックスのステータスから、1番奥川ルヒア隊長選手4321、真ん中リー選手1135、そして琴選手が5221、対するブルーサイドラレプドット CH、 一番奥イースト選手が4321、そして人手選手1135、愛花選手3241でございます。予選でもね、このイースト選手が4321かなりハマってる場面もあったの で、 そうですね、ここをうまく使っていきたいですね。ダックス側はしっかりその壁を張るのを遅らせていて、まあ、チャージに対して、まあ、ケアできてるなっていう印象を受けますね。そうですよね、相手がアタッカーいるからこそ先に張らせてっていう作戦もあったりしますもん ね。さあ残り時間30秒。ラレップ側もその攻撃のタイミングを図るためにイスト選手が声出して自分の状況をしっかり共有しているので、さあ対角から琴選手が1点を取っていく。ここを避け切りたいですね、イスト選手は。そうですね、うまい。おっと取った、残り時間は10秒、このまま